はい、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、キコのチャンネル、本日は、どこの政党からの放送ですかって言われてますけど、本日はキコの阪急豊中店、はい、はい、村委員長が。パチンコの確率をぶっ壊す。319をぶっ壊す。100分の1であってでぶっ壊す。あ、いいですね。それは欲しいところですけど。はい、今日は、はい、村井さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ちょっと今月2日、2日目。2回目、ね。2回目です。珍しい。なんか各種放送を思い出すぐらいの勢いですけど。ですね、やってましたね。今日まあたまたまちょっとね、はい、本当はハンドルじゃなくて豊中鍛えたんですけどね。ちょっと急遽用事できちゃって、はい、阪急豊中と交代ということで。ムーロンファンの皆さん申し訳ございません。ムーロンね、ムーロンイケメンイケメンって言われてるからね。今日はムーロンではなくてムーライと。ムーライ。はい、確かにムーライでいけてる。お付き合いくださいませ。わかりました。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、まあ、お知らせは先ちょっと何かあったら教えてもらいたいんですけどね。バトラー君のぬいぐるみが、なんと、大サイズ。はい。この先週でしたっけ。おう。先々週。放送の後ですね。放送の後ですね。はい、翌日にリスナーさんの方が買って帰ってきて。よいしょー。毎度まあまあ高いで。まあまあ高いで、これ。1円パチンコで4600玉ですからね。いやー、嬉しいですね。ありがとうございました。毎度、はい、毎度。というわけで、まだまだ中ぬいぐるみ、小ぬいぐるみ、絶賛販売中ですので。この人、ガメっつよ、ほんま。まだ買えと。はい、まあ小さいサイズとね、中バトラーかな、まだ残ってるということなんで、中バトラーは卓上サイズです、うん、あ、そうだね、まあ20センチ、10センチ、20センチぐらいかな、そうですね、高さ20センチなんでね、はい、これぐらいの高さですね、なかなか高いかな、そ う, そう、大バトラーあれを買っていただいたんですよ、ありがとうございます、本当嬉しいね、おまけ反則成功しましたね、ほんまですよ、はい、まあ、あと小さいバトラーくんがね、まあ、キーチェーンついてるんで、そうです、キーチェーンついてるんでこんぐらいですね、はい、まあ、これはまだ店にも、はい、あるということなんで、ぜひお子様のバッグにつけていただいて英才教育をしていただいて、英才悪いやっちゃう、まあ、バトラーくんに罪はないから、そうですね、まあ、一応これ非公式ですけどね、はい、はい、ぜひ非公認ね、非公認の、バトラーくんになってますけど、はい、まだまだ売ってます、可愛がってあげてください、皆さん、はい、ぜひぜひ、はい、意外にね、触るとね可愛いし、触ると可愛い、気持ちいい、生地はいいね。ツッツッとして気持ちいいんで。テルンテルンってしてる。はい。はい、私も大バトラーを、この間ちょっとね、番組の企画でちょっと送らせていただきまして。あ、そうですか。はい。まあまあでかかったです。まあまあでかいです、これ。ダンボール探すの大変でした。ですね。送料まあまあ高かったです。ね、これ。入りますもんね、ダンボールね。はい、下手ななんか、よくわからん、マルリオのぬいぐるみとか。マルリオ。はい、僕は全然こう言うてもてるけど、ね、はい、ぜひお買い求めいただけたら嬉しいですね、よろしくお願いします、メガ K とか誰得って、まあこの K はやっぱ気候なさんの K ってことでしょ、これ僕でも最初 K 気づかんかったんですよ、まあ大概言われるまで気づかん人多いですね、目つき悪いなと思ってたんですよ、ずっと変な目してんなこいつもと K やと思って、でもその目を消してなんか別の目にするとしてもちょっと難しいよな、何が似合うんやろ、まあね、お目目パッチリか、これになっちゃったらこれしか見えないっすよね、まあまあそらね、植え込みって大変よね、記憶の植え込み、そう最初めっちゃ違和感ありましたけど、はい、慣れてくるとそうでもないっす、なるほどね、アンパンマンの方がええんちゃうか、あアンパンマンな、まあアンパンマンもでも大人が持ってたらちょっとって言われるとこもあるかもしれんからな、アンパンマンの景品はね結構あるんですよ、そうそう多いと思う、お店では、あれ実はね人気なんですよ、あれ、お子さんに持って帰るのかな、そうなんです、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが、はい、アンパンマンの椅子っすかね、ちっちゃい子供の椅子、うんうんうん、あれめっちゃ売れるんですよね、あれそうですね、意外になんか買っても壊れて、なんてやろ、椅子のとこがちょっと破れたまま使ってるお家とか多いしね、はい、皿あったらちょっと買おうかなって感じなのかな、まあぜひ、はい、バトラー君お願いします、ぜひめでてあげてください、はい、遊びに来たついでに、はい、ぜひぜひもらって帰ってあげてくれると嬉しいです、はい、ついでに村井さんに声かけて一緒に写真なんか撮ってあげたら喜びますね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、一応今日ね、まあ寝台もまあまあやってて、そうですね、もうやり尽くしましたね、なんでまあ今日はちょっとアンケート取ろうかと、で後で主任がね、お仕事の終わってから来るっていう風に聞いてるんで、アンケート取りますか、アンケート取ろうか、一応今日のもうあれ移動できそうな感じの台を、昔の少年誌とかに載ってたお風呂に入ったらどこからあれますかみたいなアンケート、あったじゃないですか、昔のなんかヤンジャンとかねグラビアアイドルとかに聞くやつ、微妙にエロいけどもエロくないやつね、もう今日だからムーロンじゃなくてエーロンですねって言われてる、ムーロンやばれ、どこの政党ですか、ほんまやで、もう、まあ、一応今日はまあ寝台も見たい人ももしかしたらおるかもしれないん で、ね、まあ、逆車と新フォギアやったらできる範囲にあったんで、はい、まあ、その1個とで新フォギアと、ライトミドルのコーナーかな、009のライトミドルとデルタがあるんで、まあ、そこか
あとユーパチのウルトラセブンと一期当選3のユーパチか、こんなんもいますよ。で、あとあの窓マギのね、あのスロット初代と反逆か、でまああの大海方がここの私の横にあるんで、まあこれ近いからっていうことで、あの海放送すると、うん、私マジでラグーンしか歌うんですよやめてくれる、ラグーンしか歌うんですほんまにまあええけど、あと、うん、まあ冬空もまあギリギリ届くんで冬空も入れました。はい、でこの中でちょっとあのニコ生見られてる方にお願いがありましてね、アンケート見たい機種を選んでください、はい、ぜひお願いします、はい、まあ今日はもうここしか動けないから、はいお願いしますはい、でもそのまま 1,2,3,4,5,6 で入れていただけたらいいので。最近何売ってるかな、北斗無双。あ、やっぱ無双なの。無双っすかね、無双か、うん、初代窓マギもよう売ってはったもんね。売ってます、あれはめちゃめちゃ打ちました、うん、そうそう。じゃあこれアンケート今ニコ生のね方はあの見れるようにしてるので、はいはい、VV ゴジラ早うてほらな言われると思ったけどな、当てたいな。あれいいんすよね結構人気なんです、どこ行っても結構ね動いてるんですよ、ね、ちょっとデータ見してもらったら3000回転とか普通に回してもね、はい、すごいね、熱烈なファンの方がいらっしゃいましたね、僕みたいに。いやいや、もうジャグラーとかええからもう絶対見ひんやん、みんなジャグラー放送やばいっすね見てくれ、見てくれるやつにしてもう、はい、せっかくね放送やってるからもったいないからさ。事故ですかね、ジャグラー放送やったら、はい、ジャグラー打ちながらエロい話するとかで、ひたすら喋る放送なっちゃいますよね、ね、それでもええんやろうけどね、キコちゃんは監督によるエロエロ雑談でいいです。どういうとこを攻めていきましょう今日は村委員長悪魔ホームラン出してほしいとかね、無双はええわというとか、じゃあこの1から6で選んでください。はい、悪魔ホームランね、はい、いいっすね、可愛いっすよね。まあね、なかなか条件厳しいけどね。あれな、サバ伝説はようてあるか、サバ伝説ないから、何サバ伝説って。監督トーク聞きたい、花火の H はよう、花火2やな、それ花火2、花火2はね入ってないんか、残念今ないんすよ。前あったの、いやもうすぐあるかなあるかもね、はい、じゃあ行きますね、はい、1番が多かったです。やっぱ逆シャーとシンフォギアが多かったですね。はい、じゃあこれでいきましょうか。じゃあどっちから打ちましょうか。とりあえず、うん、パチンコ触れるのが、うん、今は確かに、そうですね、主任ら来たらシンフォギア1と逆シャーを増やせれるけど、はい、どっちがいいですかね。とりあえずシャーからやります。まあ、あの村井さんシャー打ったことないって言ったもんな。そうですね、マグロ伝説、ピンクチャンネルやろ、最近脱毛始めました。村井君頭頂部ハゲとるやないか。パチの窓マギ、パチの窓マギはね、それ村井さんのも言ってたんやけどね、ちょうど撤去しちゃったとか言ってね。そうなんですよ、ここにないんすよ。そう、申し訳ない、海の人気のなさに笑うた海はもはや事故ですからね、海ゼロやった。はい、この今日打つとしたら海の字が違うからね、皆さんね、海の方ね、はい、海じゃなくて、ね、月辺の方の海ねどちらやろう、逆者かね、新本家どっち見たんやろう。どっちが見たいですか、どっちが見たいですか。コメントに流してくれた方、うん、コメントも一番早いのでじゃあ行く、はい、まあ一応寝台やけどな、どっちがいいんだろう。個人的にはシンフォギア。あ、そうなんや、はい、逆者そんな興味ない。逆者はね、伊達じゃない、伊達じゃない、好きな方でええよ何さん、何やり鬼武者はない鬼武者あるけどスペック違いやからあんまりあれかなと思って。エース一緒っすからね、基本は。シンフェギアシンフェギアやってシンフェギアシンフェギアいきますか。シンフェギアいきましょうか。いいじゃん、ブルブルさせましょう。レバーそうね。じゃあちょっと準備していきます。はい、わ、はい、かりました。じゃあその間ちょっとコメント読む。ああ、まだ負けをしたかったなそれは視聴者に言うてくれよはい、じゃあちょっとカメラも持ってきます。強楽ギアスはね強楽ギアスも面白いですけどね、あれあれあるよね、ハントよ、ないよね。ないんすよ。ああ、ないって。結構古い台ですからね、あれね。KB はちょっとうるさいからやらない使用金銀はちょっと遠いからやらない村井さん、俺窓マギに入れたぞって確かに。シャアの恋人7位に高速ペロペロしてよ。窓マギおじさん最初に言うてくれって、ね、逆シャアならシードがいい。シードないから、出てないから。じゃあコメントの子は、あ、山形から、ありがとう、村委員長。スペックだけで言ったら、彼岸島ライト優秀。私はちょっと半券が好きじゃないんでね。彼岸島ね。彼岸島。あれちょっとグロいっすよね。なんかね、三世さんから出たやつもあるけど、ちょっとあんまり好きじゃないかな。漫画もね、うん、私漫画読んでたんですよ。はいはい。でもなんて言ったんやろ、あんまりストーリーは面白いんですけど、うん、ちょくちょく気持ちの良くないグロが出てくるんですよそうだよね。そう、あのちょっと気持ち悪い系のグロが出てくるんで、あれがそこが苦手かなっていう。まあ青年誌のあれやもんね。そうなんですよ、はい、ちょっと表現描写が露骨すぎるんでね。あの人来たよ、主任来たよ。あ、来た。
ガンダム。あ、急に来たわ。よかったよかった。じゃあ逆者2台と、あの、新フォギア1台にしましょうか。そうですね。逆者と新フォギアになりました。じゃあ、弾を作っていただいて。冷めないか、冷め。最近、新フォギア最終決戦10連続突破できない。10連弾ってことね。弾作ってなかったの？そうなんです。こら弾ですか？鬼武者新フォギアの継続エグい版。いやーけどもだってスペック一緒やもん、鬼武者。ちょっと電源を。新フォギアやで、関東。知ってる知ってる。知ってるからアンケートしてん。最近男の人で VIO 脱毛したい人増えてるんだって。男の人もな、あれクソ痛いらしいよ。何ですか VIO って。あ、いや、お股のおけけです。AGA じゃなくて AGA は頭でしょうよ。よし、よしてますね。AGA は専門病院行ってください。そう、行こう、最近行こうかな。実家帰った時にね、はい、うちのおかんがね、はあ、パンフレット持ってたんですよ。あの、病院に置いてあったって言って。それは村井さんに勧めるためにはい、そうです。あんたね、つって。こんなんもあるらしいからね、つって。あれでもめっちゃお金かかるらしいですよ。高いらしいですね。うん、しかも漢方みたいなのずっと飲み続けなあかんらしいよ。なんか、うちのグループでも某店長がなんかかかってるみたいな。まあ、何人かやられてる、やられてるよね、あれね、はい、ちょっと待ってね、玉、まあ、あの、シダ用の玉作ってるから。伊達じゃない。うるせえ。マイフのシンフォギアみんなに。もううっせえ。伊達ない。これ掃除するたんびにね、3台4台伊達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 とかのね、そうコールなるからバリうるさい。刺激がいっぱい。そうそうそう。あー、消去麻酔使えば。でも、くっそ痛いらしいで、あれ。今、玉作ってるんで、ちょっと待ってくださいね。うん、村井さんの玉な。はい。ハゲ、ね、俺の玉じゃない。すねでさえ痛かった。いや、あの、特に男の人とかめっちゃ痛いと思うよ。毛根がやっぱり根強いからね。カメラ映ってんの？映ってない。あ、映ってない？映ってない。AGA ってまあまあ高いらしいよ。高いんだって。私も聞いた、知り合いに。何を飲むのやろう。頭に注射打つのもあるらしい。嘘！頭に注射？うん、そっちの方がでも効果は早いらしいですよ。それは伊達じゃないっすね。お高いけど。伊達じゃない。機械によると思うよ。あのね、私もね、実は、はい、全身脱毛したくていろいろ調べたことがあったんですよ。全身脱毛？うん、やりたい。なんで？なんで？する必要あります？あるある、全然あるよ。めんどくさい、やっぱり。だって処理めんどくさいもん。なるほどね。で、その、私、その肌弱いんでね、カミソリ負けするんですよ、いつも。あ、それはきつい。そう。ね、あの、肌荒れるしね。それは痛ただ。そうそう、あの、大昔脇だけやったことあって、くっそ痛かったけどね。もう泣いたもん。何ね、ガムテープで。いやいやいや、違う違う、あのレーザーで、レーザーで。そう、ま、やったんや。でも生えてこないよ、本当に。あれ何歩ぐらいするんですか。もううるせえ。誰じゃない。牛ガンダムうるせえ。ね、あん時は1回5000円やったかな。高いな。でも今もっと安くなってますよ。医療脱毛は高い、レーザー当てるやつ。親からもらったからだな。まあ、穴開けるわけじゃないからね。でもね、今、子供さんとかも、もうちっちゃい時から脱毛してるからね、あれすごいと思う。美意識高いわ。鳴らすなってね。でも、男でツルツルって、まあ別に、まあ悪くは、ああ、玉が。何してんの、何してんの。玉こぼしてんで。ここのホースがえらいことになってる。ダッチュで夜食買ってくるから委員長待ってて。ちょっと待ってね。こっちもあの玉の用意してる。玉の用意してるんですけど、あのえらいことになってるから待ってください。ホース出られてた。ホースが外れてる、ホースが。めんどくさいの分かるけど、全身ツルツルになったろう。玉残すた変態。それ、下つけたらちょっとほんまに卑猥なことになるよね。ゾウさん、ゾウさんの鼻やん、それ。これやばい、これやばい、ほら。もうや、見せるんや。ホース外れちゃってた。しかも、まあまあ硬いっていうね。硬い硬い、結構硬い。あのね、監督が言うとさ、全部卑猥に聞こえる。玉抜くホース。自己ホース。あの、白用の玉作ってるだけやから、ちょっと待って。一回やれば全部、一回は終わらないよ。あの、毛の濃さでね、あの、回数変わるから。何の話や、これ。どうはしたいなと思うけど、クソ痛いって聞いてやめた。いや、本気で痛いらしいからね。本気で痛い。あの、VIO は。へぇ。泣くって言ってた。ほんま泣くどころじゃないって言ってた。なんか、ブラジリアンワックスとかなんか。あれはね、あの、ガムテープというか、あの、まあ、そういう専門のワックスと、あの、まあ、バッと取るやつなんですけど。目にって剥くんですよね、あれ。でも、あれは、あの、やっぱ毎回やらないといけないんで、毛根が死ぬわけじゃないから。卑猥やわーって、卑猥にさせられたん監督のせいやからな。いや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 、脱毛はあれですよ、卑猥じゃないですよ。6回ぐらいで結構なくなる。そうそう、だいたい平均5、6回らしいんですけど、それプラスアルファで、こう、抜き残しっていうんかな。それのアフター処理って言ってたな。じゃあ、それもアンケート取りましょうか。何が？え、あの、剛毛派か、ツルツル派か。そんな暴露いる？A か B かでお選びください。そんな暴露いる？
あ、向こう持っていき、ね、高齢者の無駄にボタン叩くのはやめてほしい。そう、あれね、言いたいよね、そんなに叩かなくてもいいんちゃいますって言いたいけどね、あの手怪我するよって言いたいよな。福島からありがとう。俺はツルツルにする。今のね、やっぱ20代10代の男性の方ももうそういうツルツル思考が多いんだって。だから脱毛行く人すごい多いって言ってた。麻雀やります？マイマイさんって。私できないんです、麻雀。麻雀で白っていう肺があんのしてます？白、何にも字の書いてない。 あ、 あります、わかるわかる、はい、あれのことパイパンって言います僕ら。ああそうやな。あの、それは卑猥な意味じゃないよね。はい、はい、あの、サータツルッとしてるからパイパン来たの。あ、そういう意味であれなんかな。あの、脱毛もそういう言葉なったんかな。え、そうなん？うん、脱毛のあれもそういうよ。あの、あの、おまたツルツルなの。パイパン？うん。逆。え？逆。それをパイパンって言うから、うん、あの、あ、それでか。白のことをパイパンって言う。あ、そうなん。アンケート取りましょうか。白何度や、お前最低って言われたぞ、ほら。まあでも、卑猥な意味じゃないけどな。そう。おけけがないよって意味よな。そんな言わないぞ、ハク。これ店長らだけちゃう。そうって言ってる。さすが監督、卑猥だ。ハクはパイパンでしょ、こうやってキュッ、キュッって。最低。ほんま最低。ハク初チューンのハクやろ。そうです。パイパンとは言わない。初は青ですよね。卑猥すぎるってね。そもそもハクなんてパイパンとか絶対言わんって言われた。チューンはチューンビームですよ。知らん、それは。チュンビーム。それは知らん。あ、用意できた？はい、できました。はい。じゃあ、キュキュ言うな。スンフォギアを売っていきたいんで。わかりました。カメラセッツ。うん、いいよ。はい。もうカメラ用意したよ。セッツ。はい。普通に吐くやろが。こんなもん。これあれなん？地域ルールあんの？あります、あります。はい。そんなもんでいいですか？私も、いいです。あ、全然いいです。はい。あ、あれですね、センスありますね。スアルデスって書いてある。はい。監督が言うから卑猥。多分他の人がいたらそんな卑猥に聞こえないよね、きっとね。僕の頭頂部だけ映ってないですか、大丈夫？顔重きし映ってる。通報案件って言われた。通報もんな、申し訳ございませんでした。ほんと、溶け出します。通報されちゃう。はい、じゃあ、お待たせいたしました。じゃあここから、次第やっていきます。主任、じゃあ、あの、用意できたら逆者行ってもらおうか。はい、盾じゃない放送。神うっす。映ってる？監督言われてるで。映ってる？でも監督な、サイドはな、全然薄くないのよね。だから困るのよね。声聞こえる？マイク入ってます？入ってますよ。入ってる？あ、はい、あの、あれ、あの、主任が来たから。あー、そっちですね。じゃあ主任が、あの、逆者打ってもらっていいですか？逆者、はい。逆者。主任、あだ名、変わってないよね。何主任でしたっけ？チャラ男やったっけ？何やったっけ？元チャラ男やね。チャラ北さんやね。パイパン？やめとけ、お前。パイパンはやめろ。じゃあちょっと待ってな。あの、今2人やから、2カメにしとこうか、じゃあ。じゃあ、シンフォギアと、あれにしとく。あの、ニューガンダムにしとく。マリア推しなんですけど、大丈夫ですか？なんで？マリア推しなんですけど、大丈夫ですか？あ、いいですよ、全然。それなに、おっぱいが大きいから。いやいやいや、マリアじゃんでしょ。え、ほんま？ちょっときつそうな感じが好きっす。マリアさん、でも、かなりか弱いですよ、あの人。行くぜとか言うけども。行くぜ。行くぞでしょ。シンフォギアの原作は僕知らないんですよ。今5期やってますよね。絶対分からへん。もうすぐ最終回かな。誰がって言われたらやっぱマリアちゃん。それはもう顔でスタイルで。マリア違う。性格。ごめん、クリスや。ああ、でしょうね。クリスやった。でしょうね。クリスでしょうね。でしょうね。5番。きついのはクリスだよ。クリスやった。あの、おっぱい大きくてね。釣り目最高。ああ、ちょっと 猫ちゃんっぽいもんね。猫っぽい、猫っぽい。確かに。どっち？左側。あ、カメラな。じゃあ、ちょっと、あれ、ガンダム変えようか。二つ用意してたから。レバーブンブンさせてやるぜ、今日は。こっちか？ちゃうな。逆側やな。角台座ってます。角台。準備 OK。あ、いいっすね。わかりました。じゃあ、元チャラキタさん。元チャラキタさん。チャラキタさん。どういうこと？じゃあ、お願いします。今日ちょっとね、あの、逆者とシンフォギアの位置が離れてるんであれなんですけど。店長、これ、当てれんかったらなんかすんの？もうええの？当てれんかったらですか？うん。当てれんかったら吉井主任がなんかしてくれます。吉井。巻き添いひどい。仕事してるのに。じゃあ今日は、アンケートの結果ね、逆者と、シンフォギアになりましたんで。シンフォギアは今更感ありますけども、うん、でも面白い、これは。うん。今、ごめん、チンフォギアって聞こえた。チンフォギア。もう最低。おざいて、もうあれや、今のはあれやわ、もうまた卑猥って言われる。通報もんですわ。ほんまや。通報してやるぜ。こんな感じで。
現在進行形でしょ、チャラ男くんって言われた。じゃあ、ヨシイさんに罰ゲームお願いしようって言われた。それ大丈夫、ヨシイ署に怒らへん。当たらんかったら墨汁いっとく。墨汁ってなんすか。墨汁、あのね、顔にかけるってゲームやってたんですよ、罰ゲームで。ほう、墨汁を。うん、なかなか鬼畜なことしますね。村井さんはあれやね、やっぱあの頭皮にかけたらあのあれになるじゃん、スーパーミリオンヘアみたいな。あー、なるほどね。うん、頭皮にかけたらね。そうそうそう。あの地肌が見えたらなそうそうそう、そういうことそういうことそういうことね。もう全部抜けそう。お前チャラ北さんね、元チャラ男って嘘やろって言われた。え、どういう意味ですか。今もちゃうんかって言われた。全然もう今は。今はもうあれなんで。そうです、ね。ちょっとマシだったん。マシマ。マシマシな。一応逆者の方はあの緑フリー来てますけどね。はい、明日本社行くレーブートで。世紀絶唱チンホギャ。これ私あの今コメント読んだだけやからな。自分で言ってないで。はい。マイマイさん何言ってるんですか。何をおっしゃってるんですか、マイマイさん。もうごめん。機材置いて帰ってええかな。もう一回言ってもらって。最低。そんなんよくは卑猥とかな、あのイメージ悪いとか言われてて、ほんま喋り方がチャラいって言われたら、ほんまーしゃらかじゃないんかな。もっとチャラいの要素あると思うけど、もっとチャラいのいますよね。いると思うけどな。ああ、クリストカヒはって、ね、チャラキタは髪の毛濃い、髪の毛濃い濃い言われたね。当てれなかったら髪の毛引っこ抜こうぜ。わりかしうちの役職でも髪の毛みんな濃いんかな。おお、まあ確かにあの吉井さんもね、わりとしっかりした。あれ吉井主任そこそこ薄いわ。罰ゲームは村井のパイパンでお願いします。誰が見たいね。え、なんで公開テーマをせなくておかしいでしょ。いやごめん、もうマジでもう前代未聞放送やけど、ね、きついフルオープンだ言うて公開テーマ。無理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 。ごめんね、もう女子は寝てねえもん。間違いない。フルオープンだ言うて、うまいこと言わんでええねん、ほんま。びっくりしたわ。絶唱やね。今何作ってってね。喋り方がちゃい。ガンダムってなんで継続率 80% までなんですかね。継続率は緩和されたのに、これだと完全に劣化版シンフォギアですよね。多分出玉性能とかやと思うんですけどね。でもやっぱり B パチンコで、うん、その新基準機のパチンコで、うん、CR 級のその遮光性を出すことは不可能、うん、難しいです。だから多分そのギリギリ攻めた結果そうなったんやろう。そう。いやでも最初の信頼機に比べたら今まだ全然マシになったと思うよ。いや全然マシになりましたよ。あのね、時間効率がやっぱり長いっていうのもあるけど、あの演出がまだマシになったね。前はやっぱり明らかに、うん、あ、時間稼ぎっていうのは分かったけど、なんかちょっとそれを分からんようにしてる感じがすごい企業努力かなと思いますね。そうですね、なんかあの、うん、刻んでの出してる感じはしますけども、うん、まああのあれですよね、誰かあの某演者さんも言ってましたけども、うん、その見た目の悪いもの、中身のよろしくないものをすごく綺麗な包装紙で包んでるっていう。もうそんなかわいそうやけどね。メーカーさんもまあでも頑張ってるから。あ、なんと赤来たじゃないですか。なんと赤来ましたね。手紙がおるすからね。あのあれはないね、響きのフラッシュはない、ね、ないですね。レバブルもない。はい、さあ手紙の中身が何じゃろうが、ここの変動でブッってのかもしれないです。わかんないわかんない。ブッってくるかもしれないです。ブッって。え、お尻からお尻からなんか出るの。注目。お、はい、ブッ、開けた、ブレ、レバブル、レバブル、レバブル。村井さん、それ外したら、あれやで、チャラキタさんやの髪の毛抜かしてあげてな。そう、抜く抜いちゃう。抜いていいっすか。抜いていいよ。あ、7点やん、これ当たるでしょ。いやいや、外れたおもろいで、村井さん。いや、これは当たるでしょ。外れたらおもろい。レバブル、7点。これは絶勝いくでしょ。これ、デュランダルかな、手紙。あれ村井、あれ、ちょっと弱ない。ちょっと弱いぞ、弱いぞ、弱いけども、いや、大丈夫でしょ。さすがに村井の好きなバイブって言われた。ブッって言ってた。ブって言ってた。まあまあ、こっから当たるやろ。絶勝いくかな。絶勝いったね。なんから絶勝いこうな。絶勝のチャンスアップなかったら死亡やな。死ねますね。7点なんかで外れるわけないやろ。いやいや、外れたやん。外れるんですよ、これ。私生放送でそれやらかしてるから。あの私も外してますんで、なんとも言えないです。クソだ言われ続けるメーカーの枕は涙の海って言われてるけどね。まあでもだいぶマシになったよ、信内機ですね。いや、バランスが悪すぎるって一番信内機で、はい、あ、変わったなって思ったのところが僕あれでした。あの塩気にあたりから。そうあそこからも劇的に変わったね。あ、ブルブルしてる。あ、ブルブルしてる。ああ、ブルブルしてる、ブルブルしてる。あ、村井の絶唱。絶唱してる。村井の絶唱。村井さんが絶唱したらね、血が流れるけど。サザビー出てきたやん、シンフォギアってね。それ逆襲の方やからな。それ外すなんてね、ゆっくり。
いやでもね、ちょうどね、そのこのね、逆者の方はその絶唱っぽいけど逆襲っていうのがあるからね、はい、あれがおもろいけど。あ、でもノーマルやね、チャンスアップがないですね、少ないね。あとあれやね、テロップというかセリフ、セリフというかですね、赤、うわ白や危ないですねこれ。あとはどう、あ、ないわ、ここの新フォギアも、うん、一応ノーマルやね。ノーマルですけど、まあこれはさすがに当たると思うんですけどね。まあまあレバブルあるしな、うん、レバブルなかったらちょっとビクってなってましたけど、村井のバイブあるしな、これは。あ、そらね、そらね、そらね、これはさすがにね。そらね言うてる。でもこれレバブルなかったら怪しかったですよ。いやそうやね、あの普通に外れる、外れてもおかしくない、はい。さあチャラキタさん、ちょっと逆襲頑張って。はい、チャラキタさんも逆襲打つの初めて、逆者、初めてですね。初めてか。まあ新フォギアは打ったことあるんですかね。新フォギアはあります。ヤマキーさんどっちかというとスロットやもんね。そうですね、そうなんや、スロット派なんで。今日な、一応アンケートは取ったんやけどな、窓マギがそんなに票伸びひんかったからな。まあもうお腹いっぱいなんすかね、みんなね。まあ、ていうかやっぱり、うん、キコちゃんユーザーはパチンコユーザーが多いんかなと思いましたね、個人的には。村井さん、毛出し打法やって。どういうこと、どういうこと。あの、右打ちで打つときに、はい、ちょっと時間かけて打つ方法なんですけど。あの、全部青になるやつ、緑やったっけ。あ、それはクリスやな、クリス打法かな。とりあえず消化終わって、はい、あの打ち出しするまで、はい、なんて言ったらいいやろ、一回ちょっとあのデモ画面出すっていう感じかな。あのデモ画面のね、はい、説明みたいなの知ってます、シンフォギアの。ここで一旦これボーナス終わりますよ。終わって、リーバー終わりました。終わりました、はい。で多分ボタンを押したら、はい、デモ画面出せるはずなんですよ。ほう。でそのデモ画面中に、はい、こう機種の説明をしてくれるんですよ、3人が。どうですか。あそこ 打たない、打たなくていいです。はい、打たないです。そしてメニュー画面押せます。 押してます今。あ、じゃああれかな、しばらくしたらできるのかな。なんかボタン押せたら押して、あ、押せた。で、はい、見どころムービー出してください。出しました。でこれセリフ調べるんすよ、はい。でこれでまあまあ進んでったら、はい、この響ちゃんが、はい、毛出し激アツですって言うんですよ、はい。そのタイミングで打ち込むっていう方法が一時流行ってたんです、はい。まあオカルトっすわ。オカルトかい。これで、まあ、もうちょっと、もうしかもそれ毛出し出るまで結構時間、あ、ここ、ここはい、打って打った、はい、打った、打ち込んだ、打ち込んだ、これで入った、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 それで、はい、それで入った、そら苦労せんけどな。はい、クリスできた、はい、クリスできた、はい、全員クリス。全員じゃあ、一人翼さんやで。よあと、養殖するかどうかやな。して俺が、さすがに響ちゃんぐらいできて。今、姫自由で。姫じゃない。村井ちゃんだった。夜食買ってきたよ。今、さっき打ち出したとこ。あ、これ危ない。危ないね、これ。これあかん、ね。村井遅いって言われた。これあかんねん。いや、だってセリフのタイミング覚えてへんから、しゃあないわ。毛出しってどういうもの意味なんですか。しかしって意味だと思うんですけどね。毛出しって聞いたことないんですけど、僕。私もまだ。はい、ラッシュ入らん。捕まえる。誰でもやるよね。だからまあ、それはもう、打ち方の楽しみ方やからね、オカルトっていうね。初のことを謎の青手。あ、次の回転がいいよ。いけるかも。次が、レバブルあったら最強やね。ですね。はい。いけるかも。はい、ブルブル。でもクリスやで、ね、ブルブル、ブルブル。いや、クリスでもいけるときはいける。ブルブル来い。ブルブル。なんかクリスって 4% くらいしかなかったっぽい。村井のバイブなかった。ない。まあでもあれだけでも 50% ありますからね。ありますね。あとは赤文字かな。怪しいですね。怪しい。赤やったら。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。赤や、これは。いけるかもしれん、いけるかもしれん、もしかしたら。村井の焦点。ちゃんと、ジャストで。ほら、いたー、入ったや、いた、いた、いた。はい、毛出し。いけましたね。はい、毛出し打法成功しましたね。はい。ほんまかい。あれ、50%は一応あります。はい。だいぶ怪しい。怪しい。まあ、でも赤文字が絡んでたから良かったですね。ですね。はい。村井治郎って言われた。シロちょっと遅かった。遅かった。でもいけたね。シロちゃうっすよ。どっちからちょっと早いぐらいの。そんな情報いらんねん。そう、気持ち早いぐらい。ぐらいうっせ。私この前に変動連続でシャッター来て外した。ああ、それは辛いね。まあでも、いい、まあ私の中ではいい台はやっぱり、ね、確実に仕留めていただけるのがいいかな。絶唱でもそこそこ外せますもんね、あれ。いや、全然外す。ね、あれ、90% あると思ってないもん。私も思ってないです。ぐらい早漏。
というのは、ちょっとお年いったらどっちかやったらそっちかなって多いっていう話になるけどさ、治療にはならないでしょ、年取ったらだんだん早なるってこと、ね、あ、治療か、遅なるんか、年取ったら早なんの若いから早いの、もう分からへん、はい、けなし村井だ、はい、もう分からへん、はい新内機器が集金人みたいなばっかだといいよねってね、まあでもあの今度出る窓曲げのパチンコは集金人みたいなあのスピード感らしいですけどね、らしいですね、けなし打法準備中に隣のおばちゃんがいきなり私乗ってる台のハンドルを、握って右打ちしだしたのは今でも恨んでます、意味分からんすね、いや打たなあかんでと思ったんでしょうね、早く早く早く、そう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 、まあ、いや、親切でやったんやろうけど、まあ、こっちとしてはゲーム性分かってるからおせっかいって感じるよね。まあ、でもその手のやつで僕一番すごいなと思うのが、ええ、保留4個とか全開で残ってる時に、あ、ブラさん、あれせんでの、クリスにせんでの、え、僕ですか、あれ、マリアか、違うんですよ、僕翼さんなんですよ、はぁこの浮気者この浮気者、おー、押してまいろよ、押してまいろよ、押してんのクリス言うてたやん、押してんのクリスですけど、可愛いの翼ちゃんですよ、いやもう分からへん、全然猫目、あの釣り目最強とか言うてたよお前クリス言うとったやないかクリスも好き最低、誰でもええんやで、わりかし、うん、でも響ちゃんはあのお尻がいいっていう人多いですよ、でも響ちゃんはね、お尻はいいんすけどね、お尻はいいけどお尻はいいんすけど、ちょっとタイプじゃない、あ、そう、ああいう元気はつらつはダメなん、ちょっとね、アニメ見たら変わるかもね、でもね、髪型がもう分からん、だから結局ロングが好きなん、はい、結局ロングヘアが好きだもん、いやでもショートカットもまあまあどうでもええわ、なんでもええわ、村井の浮気も浮気村、いやでもさ、あれじゃないですか、ハンバーグが好きやからって毎日ハンバーグ食うわけでもないでしょ、みんな村井が無理って言われたたまに刺身も食べたくなるでしょ、クリスやれや、好きなんやろがって言われた、さ、響きやろうよってね、演出ではクリス面白くないでしょ、でもあ、でも私クリスが一番マシかなと思ったけどな、僕翼かあれっすわ、チリちゃん、キリちゃんね、キリちゃんチリちゃんチリちゃんじゃない、キリちゃんもうあのな、ひわいさん、あ、ひわいさんって言ったひわいさん村井さんやごめん、ひわいさんってどういうことだよ、ひわいさん言うてるうちにあと2回ごめんなさい、ひわいさん何のつもりの当てこすりですよ、ほんとにいやもう村井さん一心を打たせたらあかんわ当てこすりですわごめんひわいさん言うてもたしかし、うん、しかし危ないぞ、あ、涙できたしかしいろいろ危ないぞこれ、ラスト、あ、さっきの外したんやね、シャッターのやつね、外した、じゃあまああれよ、あの主任もあの演出は発展しそうやけどね、改名おめでとう阪急豊中店店長、岩井さんそんなことないですよ岩井監督普段はちゃんと店長してますよごめんね、もうちょっとなんか一緒くたになってしまった、村井ちゃんこんなゲスかったのか、いやもうゲスゲスのゲスゲスですよ、いやだから翼ちゃん選んでるけども、ひねくれ、あれじゃないですか、曲はクリスでしょ、推しリスト村井、村井さんはどうなん、どこを見んの、女性は、女性はどこを見る、あ、赤いや大丈夫ですよ、おっぱいなのか、はい、お尻なのか、足、あ、やっぱ足なんや、足というか、もっと極端な言うことで歩き方、じゃそれは分からへんわ、歩き方でしょ、うん、そう、めっちゃ綺麗な人が、歩き方おかしかったねってなりません、あー、まあでもヒール履いてたらちょっと変なのかな、ああ当たりましたね、はい、あの大丈夫、赤やったんで大丈夫でした、これはもうぜひとも逆シャーもぶち込んでもらいたいね、ラッシュに当てたいですね、逆シャーもレバブルあるんですか、あるある、むしろ結構出るようなイメージですね、なんかね配信聞いてたら、ってことはレバブルででもそんなに熱くないってことですか、まあまあこれはでも展開によるかな、シンフォニアほど弱くないと思うんですけどね、でもヤマト第2章とか、うん、デフォルトでレバブルついてるじゃないですか、あるある、ただねその先読みゾーンかな入った時に、はいはい、なんか逆数ゾーンみたいなやつ、そうそう、逆襲ゾーンと逆襲ゾーンハイパーやったかな、はいはいはい、逆襲ゾーンハイパーの時は赤レバブル絡みやすいっていうのは聞きましたけどね、あれちょっとデフォなんかわかんないけど、赤レバブルね、アニメの響きは通称胸のついたイケメン、あ、そうね、なんか貝を増すことに響ちゃんはやっぱイケメンになっていってるもんね、響きが、そうそうそう、男前やね、あの子ね、そうなんや、逆者はまあまあレバブルや数理、まあでも信頼度そんなに低くないと思いますよ、割と当たりには絡んでるからね、シンフォギアは言うてもまだ荒れちゃいます、高い方ちゃいます、来た来た来たいや、シンフォギアの方が私安いと思うな、そう、まあまあ、あ、そっか、白はよう外れるもん、ちょっと暑そう、確かに、あ、来たよ、いや、チャラキタさん、激アツいや、激アツまではない、逆数ゾーンに入った、フラッシュが、絡んでる、一応白の、レバブル、レバブルなかったですか、あ、ありました、ありました、あ、あったんや、
白キクラッシュ。白かな。バイオのバカみたいなレバブルはやめてほしい。あ、確かにバイオはあれやね、あんまり信頼度ない言うてた。確かに。さあこれで逆シャン2台になったんで、まあ当たるっしょ。当たるっしょ、はい、199こんだけ攻めとったら当たるっしょ。攻めとったらもうほんま卑猥。攻め倒しちゃうぜ。まだ当たってない、はい、まだ当たってない。あ、引き終わ、はい。そうそう、そんな中で間違えた、間違えたってどういうこと。あ、変えてもうたん。はい、変えます。あ、キリちゃんとあれか、シラベちゃん、はい、じゃあもうこれはデス外事になるしかないですね。デスデスデス。あ、そう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 、はい。一応今チャラキタさんね、あれやで、逆襲まで行ったから当たりそうっすか。ここからあれやね、あのリーチ発展先どこ行くかかな。デス外事離れてると見えないのがきついですね。そうそうそう、新風景ちょっとね距離あるんでね。あ、チャラクタさんはちょっとリーチ弱いかな。これ弱いっすか。うん、弱いね。一応これチャンスアップでその赤文字だったりとかあるんですけど、このリーチ一番バトルの中ではちょっと期待度低いんですよね。これの次があと女性と戦うやつで、その上があのシャアやったかな。チャラキタチャンス、やっぱシンフォギアかなーってね。引きまくって周りに迷惑かけてみて、ヒワイさん。です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 。そう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 、それがあのあれね、デス外事と呼ばれるゆえんですけども、あれ落とすよね、村井さんも絶対わかるはず。響きの3ラインの時のエロさ。響きの3ラインの時のエロさ、エロさ、エロさを分かってもらいたい。まあちょっとムチムチした感じしますよね。そう、まあもうでもケツがいい、あの子は。やっぱりケツがいい、ケツですね、それは間違いないですわ。あ、チャラケタさんとあれやね、吉井俊義はカメラに顔見せてと言われてますね。いります、いるって。あの確認したいらしい、誰か。あ、チャラケタさん当たったやん。あれで当たるんや、弱かったけどな。やった、めっちゃ弱かったんすかね。ちょっとね、うーん、大丈夫かなと思ったけど。あ、おもんな。おもんなって。おもんな。おもんないと。でも今、吉井主義も結構ええとこ行っているかもよ。シャアって2分の1でしたっけ。いや、違う、あれですか、突入率。へそは0で、右打ちで 50% ですね。あ、そっか、突破型か。シンフォニアは一応、1% はあるんですけど、へそ。はい。まあ、一種、二種混合なんで、あの一緒です。シンフォニアとゲーム性は一緒です。早ないっすか。あ、7点。7点。おぉ、ちょっとデスならへんやん。それ当たるやつじゃん。いや、主任結構熱いで。あ、うん、これどこや。あ、この背景熱いよ。これ熱い。熱い熱い。ほら、持ってる男は違うって。あー、レバブル。え、当たってるやん。薄く。展開が早すぎる、展開が。やば。いやいや、違う違う。ニューガンダム当たってじゃない言うて、そこから発展すんねんけど、普通は、普通に当たってた、当たった。展開が早すぎる。めっちゃ、めっちゃ引き強い、あの人。簡単やな。チャラキタさんなんやったやろな。プレミアやね。全員当たってんすか。当たった。あー、すごい。しかも村井さんはあのクリスチャンの全回転来てますよ。かわいいな。そう、このねアニメ見たら、あのこの回ね、クリスチャンの回を見たらもう絶対クリスファンになる、間違いない。吉井主任ってあだ名どっちやったっけの。ツーブロさんやね。はい、はい、オッケーです。なんでツーブロなん。ツーブロックやから。ツーブロックらや。はい、最近当たってないで。当たってますやで。何？今日吉井主任当たっても当たらんくても罰ゲームらしいで。何それ。いや、さっき村井さんがいらんこと言うてた。何言うたんすか。いや、今日なんかね、こう3人で打つんやったら当たらんかったら言われるんじゃないですかって言ったら、はい、当たっても当たらんくても、はい、ツーブロ主任が罰ゲームやからって言って、吉井さんにやってもらいますわ言うて。そうそうそう。まあでも当たったからな。あとはもうこれやね、チャラキタさんとツーブロさんがラッシュ入れたらもう文句ないね。何やかんやら当たりましたね、でも全員。当たった。ね、いや、しかも、ツーブロさんの当たり方も、チャラケタさんの当たり方も、まあまあレアやで。あ、マジっすか。いや、ほんまに。直当たりっすもんね。うん。あんな当たり方、あんまないよね。展開が早すぎる。早かった。てか、30分ぐらい打ってたんすよね。打ってたんすよね、2人。打てた、打てた。弾丸やん。まあまあ回しましたけどね。そうそうそう。一瞬だったんだけど。いやー、やっぱ、引き持ってる音が違うってことやね。違いますね、やっぱり。ハズレの後、シャアアムロカットインやった。そうそう、シャアアムロカットインは多分復活確定だと思うんですよね。これ角まで検証したら多分そうちゃうかなと思ったんで。なんだと。うわ、こっち、マドマギ初代でアルティメット6連目で負けて80しか乗りませんでした。吐きそうなやつ。吐きそう。村井さんもね、マドマギ初代は詳しいからね。はい。マドマギ初代はまあまあ打ち込みました。ね、反逆はまだそこまで打ってないもんね。反逆1回だけしか打ってないです。ね、そうそう言ってて。はい、
日和監督レバー引きすぎて島揺らさないでね。どす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 。そんなでも一人レバー引くぐらいで島揺れるかな。ね、もうし結構しっかり引っ張ると。あ、しっかりな。はい。島は揺れますよ。なるほどな。私そんな感じひんからあれなんやけど。そんな感じないですよね。なるほどな。ちょうど今、チャラキタさんとツーブロさんのゾーンに行っちゃうと、ここで当たったら、2回当たりが確定かな。一応次、時短が長いのつくんで、あ、ツーブロさんでも赤がおる。赤パネルおるわ、1人。あ、来たよ。1種、2種混合か。そうそうそう。これだから赤やから、一応、シンフォギアでみんな例えはんねんけど、まあ、響きパネルぐらいの感じ。響き簡単に外れもんな。そうそうそう。あんま信用できひんよ、ね。響きは簡単に外れ。そうそうそう。やっぱ金ぐらい欲しいよな。絶勝でも飛ぶしな。監督おめでとう。クリス全回転で次回クリス時短確定だようです。これクリスやね、今ね。そうです、クリスです。はい。全部クリスです。岩井店長199の方引いたんちゃう ?1% の方な。言えてますね。ツーブロ主任今日当てても卑猥すぎて放送オクラになりました。もうすでにそうだ。もう、院長、院長がある。院長がある。はい、すぐチンチンよ。ほらほらほらな、さすがやな、ほんまやで、ね、めっちゃ当たってるこの店どこですかってね、どこの店ですかねこれね、あれここどこだっけ、キコーラ阪急豊中でいい店だね。だいぶ下ネタ強いけどね。ツーブロ君酒焼けかいって言われた。チャンス元からそう、元からやね、酒焼けってセクシーでしょ。セクシーやね、確かにね。80ゲームとかワルプルで乗る数字やんかって言って、ね、間違いない、ワルプルで乗れる、ね、ツーブロに響きやってきました、ね、窓バギスロの神殿、あの液晶はすごいね、スロ打たないけど見とれて立ち止まってしまいました。ウィザード筐体でしたっけ、まあ、前作 の, あのハーデスかなからあの搭載されたあの液晶やと思うんですけどね、確かにむちゃくちゃ綺麗、あれ綺麗ですけどね、6点って弱いんかな、うん、あの筐体当たってる台見たことないですよね、これだからそれを満を持して反逆に持ってきたんでしょ、きっと次も多分そうですもんね、まあ、今度からそうなるんじゃないですか、バジ2もそう、バジ絆2か、うんうんうん、もうぽいね、これいいとこ横から見てもあれもねすごいしっかり見えるもんね、あのあれみたい、あれあれあれ何やったっけ、サムスンの携帯のあのエクスペリア、はい、あはいはいはい、えギャラクシーやったっけ、ギャラクシーか、はいはい、あ、じゃあつぶろさん最後の回転ですね、これ、ね、これは仕留めればラッシュ入るんで仕留めましょう、アルティメット80は地獄すぎるってね、ここの店は気候の網干ですって言われて、網干じゃない今日大阪やったはずなんやけどな、網干じゃない、網干遠いからいやちょっとしんどいな、はい、終わっちゃった、うーわちょっと監督も終わってるやんか、こっから流れ星が見たいね、流れ星ね、あ、終わった、過ぎていった、過ぎていった、あ、やばい、終わっちゃった、全員終わった、なんなんこれ、仲ええな、お前ら仲ええな、不勝不勝ながら左打ちに戻しますね、いやー、ハイチャラもツーブロも罰ゲームやった、え、全員全員終わった、いや、まだ時間あるから、まだ時間あるから、まだ時間はある、諦める時間じゃない、ソロ初心者やからやけど目押しに必死で液晶見てる余裕なかったって最近の台って目押しいらなくなったからですからね、まあ、ただ6号機はちょっと技術会議いる時もありますよね、スーパービンゴとかね、まあ、狙えっていうのもあるんで、そこ枚数もったいないよね、ちゃんとね捉えとかないとね、ですね、まあ、でもだんだんなんかこう見える余裕は出てくると思うんでね、最初はやっぱこうなってしまうからですけどね、じゃあ終わろう。これは全員罰ゲーム案件。え、全員終わったの？一瞬で全員一緒に終わりましたよ。こっちから全然見えねえかったら。一瞬で全員終わりました。あら。三人揃って大勝利。何や言うてもこっち50パーすもんね。村井さんは全回転引いて速落ちやからな。4連しました、4連。よくある、よくあるやつ。逆にツーブロさんが来たから終わってしもた。いや、みんな当てたようなもんでしょ、来て。呪音のスロットって目押し不要ですか、呪音のスロットは打ったことないな、呪音はちょっと分からへんな、リングのあの純像、高純像のやつどうやったかな、呪音ってでもあれちゃいますの、あの呪音は覚えてないな、ちょっとリングしか覚えてないな、呪音あったっけな、呪音あった、白いパネルで、うーん、下が真っ白で呪音って書いたやつあったような気がする、
知らん。5号機やったら目押しいらんかもしれんけどな。確かいらんかったような気にすると、私宮津店おった時に呪文入れたような気がする。こんな早く終わる店はどこですか？同じタイミングやから全員アウトですよ。あ、こんな早く当たりが終わる店ですか？気候のアボシ店です。最低最低、なすりつけない。 JR なら駅前かもしれへんな。 あそこもなんかパチンコ台あかんあかんとか言うてる。あそこの店もあかんなし。身内で売り合いしてる。あそこの店のパチンコ台、たこ焼きの匂いがするし濃いたこ焼きね、濃いソースの匂い、ね、でもその中、なんかあれでしょ、焼きそばの匂いするみたいな。焼きそば、 あそこもなんかカップ焼きそばでしょ、あのでっかいやつ、あの南の方ね。そう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 、確かに確かに。うわ、まあ売るなチャラもツーブルはバス確定やけど、部下の責任は上司の責任だから、卑猥店長も。そうっすね、それはもうね、やっぱ言われてるよ。やっぱ責任取ってこその店長なんかな。という中、神津島かもしれんぞ。でもうすごいとばっちりやな、みんなな。はい、神津島店かもしれんな言うとこう、はい、ディスクみたいな台座らなければすぐに目は慣れると思いますよとね。目押し苦手やったら読み分け打ってみたらいいと思います。まあでもそんな目押し難しい台ないでしょ。まあちょっとこう、あれかな、白が見にくいとかはあるかもしれないけど、まあそんなこうね、ビタ押しが必要って台以外はまあフォローできるんじゃないかなとは思いますね。リゼロとかやめといた方がいいかも。あ、リゼロはちょっとめんどくさいかもしれないね。あれ僕でもちょっとめんどくさいなと思います。キズナ2って目押しいるんですか？いや、多分6号機なんでいらないと思いますけどね。まだ見に行ってない。まだ発表されてないです。あ、そうか、はい、噂だけやもんね。噂なんかですね。北斗は目押しいるんですか、あれ、スロット。信頼は目押しいらないんじゃないですか。あ、いらないんや、初心者の私が打ちました。目押しに疲れてスロ無理って思ってパチ義足戻りましたそうやな、それが楽しいと思えるか、あ、疲れたって思うかのどっちかよな。僕なんかとかでもそうなんですけど、スロットから始めた人いるじゃないですか。います、います。はパチンコも両方打つんですけども。わかる、わかる、はい。パチンコから入った人はスロットしんどいかもしれないですね。なかなかね、ほんで今の機会だいぶマシになりましたけども、その4号機の時とかすごいなんかややこしいイメージが強くて、うん、そうですね、確かに。パチンコに比べて、うん、ここまで打たなあかんとか、はいはい、あそこでやめたらもったいないとか、そんなんが多かったんですね。そう、そうそうそう、天井とか、あとゲーム数のそのゾーンであったりとかね。そう、私もそこでね、スロットをやめた口なんで。パチンコはどっからでも打って大丈夫だし。そうなんですよ、そこがあるで。まあもちろんパチンコはちょっと天井がないから怖いっていう人も多いんですけど、どこまでも行きますからね。でもそうそうそう、ただね、ゲーム性とかのそのなんか調べるのがめんどくさってなったらもう無理ってなってまいましたね。もう最近のスロットなんか、うん、言うとも天井性能でもたかが知れてるじゃないですか。まあそんなに恩恵ないですから ね。ゴッドとかやったらね、あれですけども、うん、当たるだけとかが多いんで、うん、まあそこまで気にせんでもええんかなっていう。阪急豊中はイカ臭いですよイカ臭くないです。イカ臭い、はい、でも練習しないとスロは上達しないよね。とりあえず打ってみるのがいいね。わちゃわちゃしたいんやったらスロットかな。そうね、まああとは自力感があるのはスロットになるのかな。ですよね。私ディスクアップとか大好きですもん。ああそうだね。まあまあ村井さんはもう言うてやっぱスロット歴長いもんね。ずっとスロットでしたから ね。確かに。ヘリ鏡とかコイン持ち長いからそれで練習してもいいんじゃないでしょうか。ね、か。うん、5スロとか、うん、カスタマ料金の低い、あ、手貸しね、はい、の方がええかも。まあそうですね、まあ、そこまで投資しなくても、まあ、ちょっとゲームセンターで遊ぶ感覚でちょっとやってもらえたらまだ気持ちも楽かな。2スロとかやったら下手しいゲームセンターとか、うん、安く作んちゃいます。まあ遊べるかな、ね、うん、まあね、それはその人のね、その打つスタイルにもよるんだけどね。でも最近私もね、はい、なんかやっぱパチンコスロットのその社交性がものすごい低くなってから、うんうんうん、打ちたいもんっていうのが減ってきまして。あ、確かにね。それのせいで、はい、ゴスロたまに触るようになりました。手貸し行くんや。全く触らなかったんですけども、はい、20スロで触るのはどうかなっていう機会を、はいはいはい、ゴスロでたまに行く。あ、なるほど。まあちょっと触ってみようとは思ってたんやけどって感じのね、はい、場合もあるでしょうしね。確かに。5号機時代目押しできなかったら AT 即終わるとかあったよね。あ、あったあった。バンクとかね。あれ何やったっけ、戦国武装。あ、そうや、山田さんの戦国武装とか初代のやつかな。あと輪掛けスパイダーマン、ね、スパイダーマン懐かしい。やっぱその辺のやっぱ機械触ってる人はあれよな。あと皆さん覚えてるかもしれないですけど、私大好きだった機械で、はい、その手の機械でマーベルヒーローズって。マーベルヒーローズ懐かしいね。あれ X ゲートバカーンってくるやつ、あれ面白かった。あれ5号機の初期ぐらいでしょ。そう、初代、ほんまに初期の頃。多分その時私孫君打ってましたわ。誰ですか？エヴァの真心を君に。
真心ってあの2代目エヴァですか。あ、そうそうそう、あのカチカチ君が全盛期になった。そうそう、私使ってたもん。あれは私も使いましたね。そうそう、多分マーベルヒローズが斜め前に3台ぐらい置いてたら覚えてるもん、はい、面白かったマーベルヒローズ。関西 YouTube 生放送やってんのとか、気候なチャンネルではやってないんですよ、実は。一枠しか使えないんで。だから関東放送は、YouTube 生放送は気候なチャンネルでやってるんですけど、関西は気候なライブチャンネルっていう方で、YouTube の生放送はしてるんで、まあ、YouTube の方がちょっと見やすいなっていう人いたらそっちで見てもらえたらいいかなと思いますね。あと動画もそっちの方が上がるのが早いんで、ちょっと動画は上がるの待てないという人はそっち見てください。怒られてますよ。すいません、左打ち戻します。昔天井だったらなんか恩恵あったよね。それで天井ストッパーとかもあったような気がする。天井ストッパーありましたよ、ね、北斗の転生とかそうですよね。あったんや、天井ストッパーね。北斗の転生だって天井まで行かないじゃないですか、基本。まあギリギリ前ぐらいで当たるってことね。そうそう、天井前の1490台かな、はいはい、あそこに振り分け高いのがおったんで1500超えなかったんですよ。めっちゃ詳しい。なるほどな。まあその辺はね、メーカーさんの、まあ、作り手のあれやからちょっと何とも言えへんけどな。そうですね、うん、歴代スロットで、うん、僕天今覚えてる中で天井性能が一番いかつかったのが、はいはい、猛獣王です。ああ、4号機の4号機はね、はい、4号機は確かにな。でも割かし4号機でも当たるだけとかいうのも結構あったんですよ。確かにね。初代ゴッドの天井なんて一発当たって終わりでしょ。スロの、あ、スロのルパンはあかん。一番最悪なやつってね。当たるだけ。パチ派だからわからないね。AT そこ終わったのはコードギアスのスロだったわけね。初代かな、もしかしたら。あ、コードギアスもやばかったですね。2個目の天井やばかったですね。あれ、ループストックなんか入るから。ね、今のスロは打つ価値ないやんって言う人もいますけどね。なんかレバブル。お、レバブルめっちゃ乗ってる。なんやねん。おー、これ熱いよ、チャラクタさん。熱いやん、こんな。熱い熱い。そういうやつを外すんですよね。いや、心をズタズタに折っていくスタイル。めっちゃ当たるやん。これ一応、期待度7割強あったんちゃうかな。7割か、外れれんな。いや、でもこの後の展開次第ですよね。その激圧がどこまで絡むかなんで。弱いの来い、弱いの来い。赤レバブルが絡んでたら熱かったと思う。いや、あれ、あれですよ、マイマイさん。何？パチンコは、うん、熱すぎると寒いっていうの知ってます？聞いたことはあるよ。ちょっと足らんぐらいがちょうどいいんですよ。あ、そう、さっきのあれみたいに、そうそう、7点みたいに、当たらんやろ、みたいなね。ちょっと足りんぐらいがちょうどいい。まあ確かにね、それもあるけどね。これまたあれちゃん、直当たりパターンじゃん。あ、そっちの方が嬉しいけどね、もうね、ピタって言われてますね。スローはルパン10オン打ったのが悪かったかもね。けどパチが気軽でし、設定で負けるのが納得いかないという人もいますね。パチな、これだから スロー派の意見とパチ派の意見って全く違うからね。ですね、本当に全然違うからな。もう私両方打つんで両方わかります、うん、確かにね、はい、あ、これはいいリーチいくと思いますね。外れろ、多分ササビ VS 今誰か外れろ、外れた、ツーブロさんがボソッと言うの外れろって聞こえて、外れたらもうこれバツ角なる人。これ当たりやって当たってんじゃん。一応今激圧2個入ってんのかな。乳ガン玉背景は入ってなかったね。いやー、でも三強さんの激圧2個はちょっと、あ、でもシャア保留ですね、これ赤保留、シャア保留、赤保留、そうそう、赤保留扱いです、これは。外れろめっちゃ言う。だてじゃない、それあれやん、いつもプライベートで言ってる隣のおっちゃんが言うてるやつやん。海とかね、うん、外れろ外れろ。一応シャア保留は5割ないかな。でもまあでもハイパー絡んでるから分かんないですね。まあリーチも悪くはないので、当たるやつやん。あ、一応でも優勢が入ったんで、これ一応チャンスアップですね。あ、じゃあまあこの辺でもう今日の放送は終了ということで。続きはウェブでです。続きはウェブで、まあ、それなんか十分ですね。酒焼けのやからおるぞ。酒飲んでへんって。しかも俺酒飲まへんし、ね、せっかく起きれてるけど子供のを迎え行かなあかんから落ちますということで、あ、おやすみ、また見に来てください。おやすみなさい、おやすみなさい。さあ、当たった。俺はもうラッシュじゃないかよ。ラッシュ入ってへんもんな。ラッシュ入ってへんもん。とりあえずだった。もう横の、横のやから怖い。さあ、さあ、さあ、ってから言ってもらって。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃん怖い。あれや、できんや。できんかい。できんや、できん。まあ、ラッシュ入るかどうか、やっぱサミーかい。スナイパーも天井すごかった。最近の天井、あ、スナイパーね。あ、そう。スナイパーね。スナイパー。最近の天井はほんまに当たるだけやから。でね、スローは2027から始めたけど、たまにジャックインして終わってた。懐かしいなぁ。そうそう、私もこの時代からなんですよね、売ってたの。そのガンダムの、あの、いや、マサのガンダムとかね。
山沢のガンダムって言ったら僕は、山沢のガンダムなんかありましたっけ？ありましたありました。あ、最初はガンダムは山沢でしたからね。横にレバーついてるやつ、ガチャガチャ。横だったっけな。あ、かも、それもあったと思う。あの A プラス RT かな、乾燥型のやつちゃう？やったと思いますけどね。なんていうか、愛戦士やったかな。でも、マイマイさん。はい。ガンダムを最初に作ったスロットメーカーは山沢じゃないんです。あ、違うんや。テクノ更新です。知らへん。全然知らへん。モビルスーツガンダムっていう台があったんですよ、集中機で。あ、それは知らないわ。昔のね、4号機の頃に、はいはいはい、そうやな、私打ち出したんだってあれですもん、もう4号機の後半からですからね。だから今のユーザーでもテクノ更新とかラスターとか知ってる人がおらんのじゃないですか。いやー、だいぶコアな人しか知らんでしょうね。面白かったんですよ。いや、村井さんほどコアじゃないものね。スロットばっかり打ってました。あ、緑フォリ来た。ボリューム3ですよ。おら、これ来るやつや。確定。いや、確定じゃないんだよね。まあ、あの、こっから育つかどうかかな。やつや、育て。乙女の信頼出てほしい。なぜか乙女がゴルフになってストーリーめちゃくちゃやったから。あ、確かに乙女の、あの、そう、乙女マスターズ。まあ、オールスターみたいな感じだよね。先読みなんもなかった。あ、ちょっと弱いかな。確かに20めっちゃ懐かしいな。あ、ブルった、ブルった、ブルった。あ、薬種ゾーン入りましたね。弱い方、弱い方、弱い方、まだまだまだ。弱い方のゾーン、ハイパー来い。ハイパーここから上がるんかな。気早い。おきどきの点、おきどきの三天井単発を舐めるなって言われた。おきどきは天井当たるだけですもんね、あれは。ねえ、ちょっと足らないより俺は全部キーの方がいいってね。今日の罰ゲーム、堤防やぞ、忘れるな。堤防やばいな。村井さんがそんなん言うからもう。今日の罰ゲーム、堤防やばいな、うん。パチはいつやめてもいいし、いつ打ってもいいからいいよねってね。そう、スロットがそのやめどきがわからんっていう人が多いよね、確かにその。引っ張られるんですよね、いろいろね。ゲーム解除とかもあるからね、ここをやめたらあかんのちゃうかとかね。でしょ、ジャグラーですら引っ張られますもんね、100ゲームまでね。それは自分の意思じゃないの。いや、ちょっと合算ぐらいまでみたいな。あ、そう、まあ、パチンコももちろん引っ張られる人は引っ張られんねんけど、まあ、一応キリがいいとこでやめやすいよね。海は200まで。緑はやばいか。白文字でしょ。あ、ちょっと足らんかな。岩井監督、今日は堤防して墨汁で隠すで OK。 堤防して、うん、その刑を筆にして墨汁で、うん、まあ最低。書き初め、まあ、筆にするまでまあまあ大変やけど、まあ、ラッシュで入るかどうかってね。まあ緑ホルダーもね。お、信号。ちょっと待って。あ、役所タック入ったね。何これ。ここからのあれです、リーチ発展します。当たる。まだ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 やまだや。で、緑保留今度は入れてくれよ。ワンカップジジイみたいな人おったって。ツーブロとチャラに言うけど、お前らラッシュ入らなかったら当たりなしと同じやから。今一応チャラケタさん青ばっかりやな。青ばっかりや、何個上がらない。いや、うん、青はあんま関係なかったですね。もう本当にお疲れ様です。分からへんね、当たることもある。選手交代やから。なんかシャア楽しそうやな。ツーブロさんはリーチ弱いで。弱いこれ。ギュネイは弱いね。さっきチャラキトさんでもあの復活だとったけどね、それ。あ、じゃあ俺も復活する。何ギニュー？ギニューじゃない。あの半券変わっとるから。ギュネイ、ギュネイ。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 ギニューはあれや。スーパーあれ、ドラゴンボールや。チャラキトオールクリス。あの集中のガンダムはガンダムが燃える不具合やったなって。あ、そうなんや。ひわいさんの手も逆襲は絶対にブルルーデン。あ、そのだからあのゾーン入ったとこにね。なるほど。先読みのブルーブルーとかやったら使ったね、確かね。あのあれのやつ絶唱の時にブルブルする感じ。あ、そんな感じかな。デフォっぽい。デフォかな、確か。チャラキタさん全部青じゃねえかってね。逆に熱いとかないんすか、全部青やったら。ないないない、ないわ。だってシンフォギアも確定じゃないですもん。確定じゃないですね。、うん、ユネイかクエス、どっちがミクさん。あー、はい、ちょっとリーチどうなんやろ。ちょっと違うような気もするけどな。もう無理やった、諦めえ。リーチも本番無理そうそうで。え、ラッシュ入らへんかな、ガンダム。シンフォギアも全部クリス熱くないでしょ。熱くない、熱くない、熱くない、確定じゃないもん。ゲロで、ゲロ出そうなるだけ。あと1回転か、これ、ラストや。店長、今日あれっすよ、多分あの大バトラー買ってくれたユーザーさん、多分見に来てくれてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ中バトラーも最低。最低。小さいのも残ってる。それは院長が太っ腹であれでしょう。自腹で、あの視聴者に巻いちゃう。巻いちゃう。もう言い方、バトラー巻きしちゃう。言い方、巻きバトラー。ね、院長なかなか見に来れなくてごめんね、久しぶりと言われたね。ありがとうございます、来てもらっただけでも嬉しいです。
村井さん、ちょっと体験戻ったんちゃうってコメントありましたけど。戻ってます、全力で。マジで一直線で。それは危険や。まっすぐに、はい、さっきここだけの話ですけど、ほう、さっきチャラキタ、はい、チャラキタさんが、はい、カメラに映ってる、はい、監督見て、はい、店長太ったな。いや、カメラ越し、まあまあ店長戻らない。やばいで、ほんまに。いや、でも確かにね、全盛期までは行ってないけど、ちょっとずつ戻ってきたなっていうのはすごい私も実感してるところですね。めっちゃ戻ってます。だから、この店来た時に、70キロあるかないかやったんですけど、つい最近測った時に84キロなんだ。やばいやばい。ちょっと75ぐらいまで戻したいね。そうですね。でもね、全盛期110キロあったじゃん、あの不正の放送の時。はいはいはい。って考えたら、まだ20キロぐらい痩せてる。いやいやいや、それおかしい、それおかしい。0.1 トンはおかしいから。はい、うーわ、2人当たりゼロやぞ。よう言えんな、ほんま上司、そんなデブとか。まあまあ、太ったら。村井くん、ハゲでデブで卑猥。素晴らしい。全部ある、全部ある。すごい。吉野や、吉野や。お前、大当たりや。そんな言うたか。分かった。監督自腹で10名に大バトラープレゼント。大バトラーやで。そんなできるんですか、視聴者プレゼントみたいな。まあ、私からその視聴者に送るってことはできますけどね。大バトラー10名って6万円。やばいな。金額を言うな。夢を壊すな。6万4千円ですよ、税込み。夢を壊すな。夢を壊すな。でもその分もしかしたらね、ああ、やっぱ阪急豊中の村井さん、ええー、人やなぁ思って、こう、店何人か来るかもしれへんで。6万円突っ込んでくれます、みんな。最低。6万円突っ込んでくれます。そういったらいらんわ、もうええわ。はい。HDH ってだけ。あ、ハゲデブ何これ、卑猥ってことか。DHA? HDH。ハゲデブ。なんかあれ、あれみたいやんか。NADA みたいな。もう最低、ほんま。でも上司デブだから仕方ないよな、チャラキタ。ちゃうんすよ、でもね。何も言わんくなったね。僕だけがデブなんじゃなくて、あの、吉井主任もまあまあデブなってますから。何なのこれ、あの上がちょっと大きいとだんだん部下も大きくなっていくの。私入社してから25キロ超えてます。あ、それはやばいわ。ちなみに社員の池田君もデブになりましたからね、この。あ、そうそう、多分来てから10キロは超えてます。ちょっともう罰ゲーム20周ぐらい店内走ってもらおうか、ほんま。この店で2って中島副主任ぐらいちゃいます。ああ、元あれよね、神津島の人じゃない。あの人細いもんね。ガリガリっすね。あの、パッパカパーのあれ、あのっぽい、あのパッパカパーってない。競馬のマン。10名プレゼントで OK、 続風我慢したらいいじゃんって言われて。続風我慢しろ言われてますよ。僕続風行ってないですよ、ずっと。あ、もう最近行ってない。行ってない行ってない。もういつから行ってないやろ。もうだいぶ行ってない。結構っすよ。あ、村井さん、この前狩野英孝出てた番組出てたよね。出てた。あ、見てくれたんすね。あ、もう放送したんすか、あれ。そう、21日やった。へへへ。うわ、くわ。そう、ちなみにちょっと聞いてください。うん、聞いてあげよう。親父パチンコ打つんですよ、うちの。はいはいはい。うちの親父パチンコ打って、今日家帰ってたんですよ、実家。うん。ほんじゃ、親父がなぜか、うん、そのテレビを録画してた。あの、パチファンっていうね、関西のあの、サンテレビというところで放送されてる15分番組かな。びっくりした、何も言ってへんのに、はい。お前これなんなんて言われて、テレビ見せられて、おう、みたいな。え、村井さん、そこで卑猥なことやってないよね。いや、なんか、犯行ポコポコ押すゲームとかあったんですけど、おう、なんか、ほんで、親父にめっちゃダメ出しされて、おもんないぞって。これぐらいなんか、やれよ、みたいな。ああ、まあ、それはニコ生ぐらいのレベルでやってもらいたいですけどね。はい。地上波使ってもらえへん。地上波ですからね、ガッツリね。そうそうそう、痩せるために委員長また飛び出そうぜ。あの、地方にってこと。嫌だ嫌だ。阪急豊中は消費税どうなりますか言われてますけど、特に変わらない感じですかね。変わらない、そうです。はい。まあ、あの、変わるお店もありますけどね。あの、阪急豊中は変わらないそうです。あ、つぶろさん、これええんちゃう。熱いんちゃう。あの、シャアのリーチいきますよ。これシャア保留変わったら今緑やねんけど。あ、緑か。緑は弱い。ほんで当てたよ、山北さんはどうなったんですか。普通はあの、ノーラッシュです。ノーラッシュ。ノーラッシュ。私は入社時点からするとプラス3キロ。なお、一番痩せてた頃からはプラス18キロ。そちら、どちら様ですか、お友達は。ねえ、お友達ですか。お友達ってなんやねん。デブのお友達。 HDH か。NADA。 NADA ちゃうわ、ほんま。はい、間もなくバトラーの時期が来るようでね。今回バトラーくんはゆるキャラグランプリ出なかったんやね、あれね。今回出てないです ね。この分だとキングバトラーも作るんですか。キングバトラーの何ですか。あの、ぬいぐるみ。どうなんでしょうね。うん、
ちょっと生々しい話になるからやめときますわ。そう。いや、お金が絡んでくる。まあまあ、高そうやね、確かに。あの、王冠つけるだけでも高そうやもんな。あ、でもだから、今回うちの店で売ってたのも、はい、第2ロットの方なんですよ。おうほうほうほう。第1ロットの方は、はい、景品販売をしてもいいけども、はい、みたいな感じだったんで、はい、あ、なるほど。金額が決まってんもんね。そう、装飾物で使ってたんですよ。なるほど、なるほど。ああ、弱かったもんな。あ、でもね、この復活の前のそのカットイン次第では復活あるけど、なかったな、これは。店にパロット入れてください。懐かしいね。あったっすね、パロット。とっても絶笑。とっても絶笑。ほんまやね。ゆるキャラ出てないのってね、もう限界感じたのってやってますけど、わからへん。あれは無理。勝てん。いや、1位取ろう思ったらもうだいぶやで。あのね、うん、リアルな話、はい、真面目にやってると絶対勝てない、あれは。あれは真面目にやってると。いやもうそれでまあまあ揉めてたやんか、ゆるキャラ。まあまあ揉めてる。あれはもっと揉めるべき。揉めるべき。やっぱり。ね、逆手のシャアかな、これ。この台打つの見るたびに嫌いになるって。そう、でももう何も違和感感じひんけどな、はい。あれは組織票ある、絶対って言われた。いやいやいや、あれはね、はい、いや、うちの会社は結構真面目にやりましたけども、そうだね、だいぶレギュレーションを守ってやりましたけども、まあ、だいぶ頑張ってやってはったと思いますけどね。ね、いやらしいこともなしでね、はい、レギュレーションを守ってやってましたけども、はい、あれは無理。無理。ぶっちゃけ無理。まあ確かにね、大企業ではヤクルトとかも出てたけど、ヤクルトのキャラクターもそんなに票伸びたかったなかったもんね。バトラー君が言えた口じゃないかもしれないですけど、でも2位、何やったっけ、最終結果何位やったっけな。16、17位、なんか忘れましたけど、20何位か30何位じゃなかったっけ。30何位、まあ、でもだいぶ検討した方がいいと思いますけどね、あの初登場では。だってマジでどこっていうようなゆるキャラさんが結構上位にいましたよ ね、うん、よね。確かにね。もっと来た人に1票しかできない、あ、投票できないシステムとかしなあかんとかね。ゆるデブの卑猥さん人形を作ってください。なんでゆるデブの、はい、卑猥さん人形。もはや僕じゃないですけど、あ、レバブル、レバブル、レバブル、おうおうおう。一応今、ツーブロさんも赤系の演出来てるよ。いやこれ、弱いっすよ。1位、大阪ガスだっけ。確かなんか企業やったね、確かね。バトラーの時期ハロウィンやでーって。まあ確かにね、バトラーくん来てくれるかもしれません、ね。松原市かなんかでしたっけ。松原市なんか、あの C のマスコットキャラクターがなんか叩かれまくってたやつ。松原やったっけ。どこやったっけな、ちょっと覚えてないけど。これも当たりますよ、レバブルやからだけですけどね。保留変化もなし。ここはちょっと光ってるだけ。この響きフラッシュはこの回転やんね。そうです、はいはい。ただまあこれも白じゃちょっと、まあでも分かんない。展開次第。うん、展開次第ですね。エクストドライブやったら熱いんやけどね、あの映画ね。組織票じゃなきゃ無理でしょ。うちの会社もフェルト記事のゆるキャラおるけど全然無理ってやつね。これ怪しい。こいつ怪しいっす。ちょっと弱い。これ怪しい。だいぶ怪しい。そうね、金も絡んでないし。だいぶ怪しい、これは。もうミクさんいったら終わりっすね。あったん、レバブルだけ。白でしょ、しかも。うん。あー、名前も普通やね。うん、これはないですね。白普通に外れるよね。チャンス程度やんね。絶唱の文字もそんなに大きくないし。ですね、これは絶対そのまま発展して終わるやつですね。プツン、いやあかん。しかも白文字。これはやばい。しかも緑から上がんないね。上がんないですね。まあ、ゴーゴールドあったらワンチャンかな。なんでレバブルしてん。これが別の回転ちゃうよね、レバブル。違います、これです、これです。バトラーって元はなんなん、羊やったかな。元は某パチンコ。ゴラ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 。いや、知ってたけど、あえて言わんかったんやけど。元々はもう某パチンコだった。待て。本当に無駄なレバブル。こんなレバブルある？あるある。今のいらんよね、レバブル。ただの喜ばすやつね。本当に無駄なレバブル。炎上したといえば、チータンとマンベ君しかわからん。なんでなんで？チータンとマンベ君。炎上したんすか？マンベ君。チータンはあれよね、ちょっとあの別の市とちょっと揉めとったもんね、あのキャラクターが似とろ言うてね。でもあれチータン買ったんよね、確かね、勝訴したって言ってたから。もうキャラのパチだったのって。オマージュね、オマージュよ。そうです、はい。大バトラーカウンターに持っていくときは帽子のところをわしづかみしてお姉さんに渡しましたよーってね。わしづかみにして、はい、優しくしてあげてね。個人的には K の字をうまく目にしたなと感心しましたけどねーという人もいますね。
はい、村委員長の投資連人形作ろう、サバゲーの的にしたいからお願いします。誰が買う誰得可愛らしい方向でキココ作ろうってね、あの女の子バージョンとかね、いいかもしれない、ね、キココってあれじゃないですか、あのムックムックの、あ、そう、ムックさんの相棒のね、犬じゃないよね、クマやで、ね、犬ではない、犬ではない、はい、惜しかったけど、はい、そうそう、ボーキャラね、もっと無駄なんで、他の予告皆無なデュランダル保留ってね、 あるある、あるある、手紙底開封のデュランダルとかやったらね、もう胸踊んねんけどね、確かに手紙すぐひらかな期待しなくなりましたね、途中。そうですね、確かに、あれしか熱いポイントないもん ね、まあ、あとはあの前手紙かな、そうそうそう、前手紙ね、窓マギは初代が撤去される前に一回放送してほしいなって言われてますね。そう、それもあったんですよね、だから撤去前放送ね。ハントヨは初代窓マギいつまでなの？一応書類上は11月25日、うん、あ、まあその前の入れ替えぐらいで多分あれやね、お亡くなりって感じかな。まあじゃあ10月、あ、11月まではあるんやね、一応ね。そうですね。まあ来月豊中みなみなんか放送あったと思うから、窓マギやり尽くしてもええけどな。あの、田島くん大好きやから。そう、俺も参加したい。はい。村井さんもね、もし都合があればね、あの、来てもろってみんなで窓マギワッシュワッシュやってもらったらいいかなと思いますけど。ユニメをハーハーしたい。うん、してして。もう1時間もう窓マギを打ち。ハーハーしたい。で、あの、田島村井のもう、あの、窓マギをめでまくる放送してほしい。これでね、この前ね。はい。まあ、某パチンコ屋さんに田島店長と一緒にうちに行ってて、なんだら仲ええな、ほんま。それ、あ、言いましたっけ、あのね、はあはあ、ユニメもしとったんですよ、僕らユニメもするんで、はいはい、僕、さやか推しなんで、はあはあ、ユニメもさやかちゃんなんですよ、はい、田島さんが、はい、ホムラ推しなんで、ほぼほぼやね、金枠のホムラなんですよ、はい、僕の横、京子さんで、はい、その横、マミさんで、はい、その横、デフォルトやったんで、魔法少女全員揃ってました。おお、いいじゃん。すごいなんか圧巻でしたね。でも、それはもちろん推しを座るってこと、推しに座るの。あ、違います。だからあの自分でユニメもしたの人間が。あ、ユニメもな。全員バラバラやったってこと。全員バラバラやって。なるほどな。すごいね。村委員長、罰ゲーム、花のゴッソやろうぜ。花のゴッソ、あの、鼻毛抜くやつね。それやばい。あれで、その、YouTuber がやってたんは、はい、あの、ゴッソを2人でつけて、はい、あの、抜けるまで相撲をやるっていうのやってました。鼻相撲みたいな。鼻相撲。いや、ちゃうやん、それ。あれ、くっそもかった。それさ。うん、近いの嫌じゃない？え？あー、紐でくぐって。紐でくぐって。あ、びっくりした。どうやんの？近いの？ゴッソ両端につけてポッキーゲームみたいにしてさ。ややわ、そんな。誰が見たいねん。紐つけんねん。それか、あの、ゴッソの下に、袋をくくりつけて。ゴッソ持ってんすかっていうか。ゴッソ持ってない。持ってきてよかったね。村井さんやったらやってくれそうやもんな。ゴッソちょっとやってみたいんですよ、あれ。あ、やってみたいんや。一回やってみたい。近くね、豊中、あれやね、ドンキやったから寄ってくればよかったね。次ゴッソ放送。そうだね、ゴッソ放送。バスゲームゴッソ放送。バスゲームちゃうじゃん。いや、痛いで、あれ。絶対痛いで。ちょっと気持ちよさそうやん、そう思う。めっちゃどうでもいいじゃん。この間、疑似疑連開始時に手紙開いたけど、あれも即開き扱いなんかな。一番早いも、その、消化するときにパッて開くと思うけどね。そう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 。先盛りと常在戦場と変な敵のキャラだったら萎える。そうね。1匹いるやつ、ウサギが3匹みたいな、ね。ウサギ。あれ、ノイズって言うんやけどね。敵の名前ね。うん。まあ、それでも、即開封、レバブル絡んで、それやったら、まあまあ当たったりはするよね。うん。アルティメット出なかったら罰ゲームでいいですか、村井さん。え？あの、窓マギをめでる放送ね。アルティメット出えへんかったら罰ゲームですけどって。ゴッソなら。ゴッソやったらいい。一番やりたくないのは股間ハリセン。それはあれやわ、細バー来た時は絶対そうだろう。あれ冗談抜きで、男性能力なくなるかと思った。男性能力大丈夫や、男性ホルモン受信中やから村井さん。大丈夫や、村井人形当たらないストレスをぶつけるのに使います。あのさっき言ってたあのねねちゃんのママのウサギのドフンドフンってやつね。そうそうそう、あれだからテンポに私提案したいのはもう本当にあのボクシングのあのサンドバッグを休憩所に置いて1人3分ぐらいやあの自由にお使いくださいでやったらええと思うんだよ。殴り倒すやつ。そう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 、そういったら大パンの人とかもおらんくなるかもしれんしね。3分ってまあまあしんどいですからね、あれ、ね、ずっと動きつあの動くのね、あの喫煙所みたいな感じで。あ、そうそう、パンチングゾーンを作って、はい、そう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 、それやったらまだなんか村井人形でね。なんやねん。はい。なんやねん。まあ来たやろ。あった。終わるじゃん。村井さん幸せ太りなんですか。
幸せ太りというよりもただ食べてるマクド太り。あ、マクド行ってんねや。マクドと王将と吉野家、はい、あ、デブのコラボやな。最近松屋にもハマってるんですよね。じゃあ一回集合する3人、はい、バラバラやから。股間ハリセンは豊中の名物やぞ。あ、うん、某法人がやってた。パンジング人形大賛成。サンドバッグにここの店長はこの人ですよ。神貼って村井さんの写真貼った OK。 ね、直接ね、こうやっぱ危害加えるのはやっぱりその暴力とかになるから、そういうね、まあ、お人形とか、まあ、そのサンドバッグやったらいいかなと思う。昔イノリンさんが千里店で、店内で、店長って書いたやつにブルーシート貼ってパイ投げしてた、お客様から。ああ、そうなんや。そうそう、あ、それはおもろいやん。あの、そういう業者さんがおって、ああ、なるほど。ブルーシート貼って、で、なんか店長って書いて、で、パイ投げでバーンとお客さんから。あ、店長がもう直に受けるってこと？そうそうそう、ああ、そうなんや。店長ですって言って。みんないるんじゃん。どうなんやろ、まあ、それ自虐的な感じやけどな。ただね、まあ、千里は、ちょっとね、お客様がお上品すぎて。ああ、確かに誰もやらんかったかな。あんまりね。ああ、そうやね。ちょっとあれかな、恥ずかしいっていうのもあるのかな。もうちょっとハードコアなお客様がいる店の方が。ハードコア。ハードコアな。うん、例えば。例えば。某西側とか。そうそうそう、あの某西側の方とか。言われへん。言われへん。余裕あんわ。余裕あんわ。ハードコアなお客様でどういうこと。ハードコアってないやね。いやでもまあそのまあ直に店長にやるっていうのはやっぱちょっと抵抗があるから、まあそういうちょっとこう遊戯みたいなね、そのちょっとパンチングボールとかパンチングマシンみたいなのはやりやすいかもしれないけどね。だからね、あったじゃないですか、びっくりマンシールみたいなニコ生の。ありますあります。あれも作るの嫌やったんかね。なんで電柱とかに貼られとったら嫌じゃないですか。なんかね、私噂で、姫路界隈に、はい、店長シールが駅に貼られてるっていう垂れ込みが来て、いや、ほんまか分からへんねんけど、それおもろいと思って。ちなみに誰の店長だったの？いや、分からへん。それはコメントでもらった。けど、まあ、嘘やと思うねんけどな。ありえるでしょ。JR の駅に貼ってあったとか言って。ほんまにって言って。やっぱそれ定期清掃じゃあるから剥がすとは思うねんけど。ぐちゃぐちゃにされたとか言えん。いや、それはないと思うけど、まあ、それはやっぱ節度持ってね。まあ分からへんね。でも梅北のトイレのとこには店長シール貼ってあった、はい、そう。店側が、いや違う、お客様が、あれはなんかね、池澤マネージャーのシールと、はい、東店長のシールと、ー森さんのシールやったかな、貼ってあって、あ、完全に視聴者やんっていうのがよく分かった。へぇ、そのシールペロッと剥がしたら後ろからなんか特定機種とかできたりしてないわ。あるか、あるか。普通になんかLINE のお知らせとかの、LINE のとこにペッて貼ってあったけど、あー、そうそう、ツーブロ店長役やったらよ、あれ、その顔面パイ、顔面パイか、いいっすよ別に。でもハンドヤもどっちがやったらお客さんもちょっとお上品じゃない？お上品ですね。お上品とかそんな優劣つけるわけじゃないねんけど、はい、まあ、その地域柄って言ったらいいんかな。すごいセレブリティが、おほほほほ、ふふふふふって感じの笑い声が聞こえそうなね。皆さんはね、いいお客様ばっかりでも、まあまあ下町は下町とかでこういいお客さんももちろん多いですけどね。あの雰囲気も好きは好き。パチンコ屋さんのね、独特の感じあるじゃないですか。まあ村井さんもいろんなお店行ってましたから ね、 ですね。客層も全然違うでしょうしね。なんかガチャガチャっとした時の方が好きですけども、なんかいろいろ面倒くさい。こらこら、何回阪神遠征は危険って言われてるけど、そんなことないよ。でもいやいやいや、もうね、映画先とかこらこらこら、お客さん見てる。はい、どうぞ。お疲れ様でした。今日はね、アンケートの結果ね、逆襲のシャーとシンフォギャの、そうそう、したの、それで決まったの。なるほど。はい、まあ寝台のね、ライトミドルと、まあ人気一緒のライトミドルのね、シラオとして。まあ当たってよかったですね、ライトミドルね。そうね、まあラッシュうんぬん。全員やってた、全員やってた。全員やってた。ああ、すごい。まあ今日ちょっと罰ゲームそんな持ってきてないしな。もう村井さんの髪抜けとか言われてもな。もう抜けとる。え、まあまあさらっと言うたら。もう抜けとる。まあまあ遅いからね、これでも。まあちょっと次やったら、まあゴッソは持ってくるわ。じゃあゴッソやってみたいですね。ゴッソね、ゴッソはちゃんと持ってくるわ。今日ないんすね。今日ない。ペヤングの激辛マックス、あれもまあまあ罰ゲームですよ。あれほんま辛かった。ほんまにお腹痛かったもん。はい、てーもーって言われた。もう痛い。てーもー、こんなまあこんな言うたかな、なんて言ったんやろ、ここでてーもーさせる。確かにあれやね。座ったでしょ。なんかね。
なんかない振るやつないあのスーパーなんとかさっきミリオンヘア、スーパーミリオンヘア。ミリオンヘア。あれでへんじゃん、のりたまとか。今度のりたまかけてみる。のりたま不満いたらあの頭隠せるかどうか。そうそう、ほんでスズメとか集まってくるやつ。あれでもいいじゃん、ゆかりとか、なめしとか。ええ匂いしそうやな、ね。もういらんわ。ハゲ取るやないかって突っ込みいただきました。ありがとうございます。じゃあ、バトル、まあ、これまた反則して終わりますか。はい、阪急豊中店ね、はい、バトラコン人形、まだまだ好評販売中。めでたく大バトラー君は完売さしましたので、はい、お客様ありがとうございました。中バトラーと小バトラーがまだまだいっぱい、はい、カウンター前に鎮座しておりますので、はい、小さいのとかいいと思うんですけどね。まあまあ、価格もね、やっぱり、まあ、大バトラーはやっぱり高いなと思われるかもしれませんけど、まあ、中バトラー、小バトラーは割と、まあ、チェーンパチンコでね、1200玉。まあまあ、これぐらいの値段じゃないかなっていう感じなので、まあ、ぜひ、まあ、ちょっと子供の土産にとか、まあ、ちょっとバトラー君かわいいやんと思う方もおられると思いますんで。ちょっと笑ったんですか、今。いやいやいや、ビニール傘にさ、これつけてさ、ビニール傘にこれつけて、うん、でバトラー付き傘みたいな感じで販売したら売れへんかな。うん、傘、ビニール傘に？ビニール傘に。いらんかな。それ何？周りにつけるってこと？それとも上だけつけるの？こうピューって周りに。ちょっと今度やってもらっていいですか？でもそれもちょっと商品あれしないとプレゼンしないとみんなに。でもさ7個つけたらさ、うん、8000円ぐらいなんだけど。そんな傘はいらん。ビニール傘自体300円ぐらいやけど。クソ高い。ぐらいなんでこれ。あ、たまに景品紹介やってほしい。恥ずかしくて店でじっくり見たことない。景品紹介したいですね。まあこういうのが置いてますよっていう。まあポイント景品とかもね、お店ではやってますからね。そうそれ。まあでもいいんじゃない？ジャパネット村井。はい。ジャパネットひわい。ジャパネットひわい。本日の商品はこちらって言って、あらゆる点がエッグ。いろんな色を集めてきましたみたいな。ほんまにお前店置いてんねやろなって言われる。一回やったろうか思ったんですよ、景品でさ、ドンキから仕入れでさ。あまあまあ、男性、でも、持って帰りにくいよな。ちょっとしかもそれ、女性のあれでしょ、カウンターの人に渡すってことは、ちょっとね。その時は男性スタッフに。あ、なるほど、そこは察して。やっぱ最低やないか。え？それ、いろいろあれやん。それが、その噂を読んで、うん、こんな店あるんやって来てもらうのが目的やけど、多分社風に合ってないと言われる。コンプライアンスって言われる。あの人頭おかしいって言われる、きっと。ね、そこはまあもちろん男性が男性に渡すんやったらまだいいけどね。ドンキみたいにさ、カーテン敷いてさ、18ってペケって書いてある。いやいや、そこ入られへんやん。そう入ったらさ、なんかいっぱい置いたのみたいな。いやもう入った瞬間なんかひそひそ言われるんちゃうかっていう、こう恐怖心すごいやん。カウンターもう一個作っといてさ、裏口から出れるようにしといたら。お前、アダルト系のグッズ置かれへんやろがって。置けないんじゃない、まあ、一応風俗営業法はあれやけども、ちょっと難しいかもしれんね。何使うんですか、天外エッグって言われて、こうやって投げて、こうやって、スクロスするんですよって、息子さんとどうですか、最低。それ、ほんまに信用したらどうすんのよ、中から、うわ、なんか出てきたってなったらどうするん。もうそれはもう子供心にね、なんかあの日のトラウマが。最低。そう、大きくなってから気づくの。お父さんこれただの妄想やから、皆さん、勘違いしないだけでお願いしますね。ほんま最低やわ。はい。ということで、はい、ぜひぜひね、阪急豊中店もよろしくお願いします。お願いします。ぜひ、明日ね、キコーナチャンネルが、キコーナ、今津駅前店ですね。こちらは店長が変わったところで、はい、新店長、岡田店長かな。姫路駅前の店長の弟さんが、はいはい、ちょうど新店長で就任しまして、まあ、明日ニコ生初なんで。最年少店長ですかね、今。あ、そうなんか。もともと阿保市とね、加古川と、就任されてまして、で、ちょうどね、店長に上がったところですんで、岡田店長ね、はい、お兄ちゃんの方はね、福知山だったんで、絡んどったんですけどね。あ、そっか、はい、私宮津だった時に隣の店舗で。お兄ちゃん自由やからね。お兄ちゃん自由ですね。まあ、まあ、弟さんもちょっと面白い人でしたけどね。昔漫才とかもやってくれとったから。漫才よ。加古川におられた時に増田岡田っていうスタッフさんがおって、はい、それでほんまに漫才やってたんですよ。増田岡田ですって言って、で、京楽のバスツアーの放送をやった時に、はい、桜の稲垣咲さんと
ガリガリガリソンさんか、はい、来られた時にその二人の目の前でほんまに漫才やったんですよ。すげえな。そうそう、その副主任の時かな、あれ。その岡田さんが今天井で沼津駅前になられましたんで、すごいな。そうそう、地方面に進んだらよかったのに。あの増田さんもね、転勤して、岡田さんも転勤してもで自然解散になってしまったんでね。残念ながらね、はい、社会人それがあれば。そう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 、残念ながらね、転勤というね、解散があるから。そうそう、まだぜひ明日も見に来てもらえたら嬉しいです。はい、まあまあ来月ね、もし窓まぎできたら、なんか窓まぎめでる放送の時ね、窓まぎしよう。窓まぎもあの正則があのさやかちゃんペロペロする放送で、もうね、インテーキの使い古さで首出たさやかちゃんをペロ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 でいいんじゃないかなと思いますのでね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあこんな感じで、またはもうこちら大丈夫ですね、お知らせ OK ですね。大丈夫です。はい、わかりました。今日もね、じゃあ遅くまでお付き合いいただきまして、非常に、はい、感激しております。ありがとうございました。じゃあ今日はこんな感じで終わります。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。バトラゴン会議来てください。いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたら、グッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。